シスター、皆さんこんにちは。こんにちは。アシスタズの佐々木ここねと渡辺玲子さんです。はい、渡辺玲子です。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、前回はもうマリンちゃんのイヤイヤ期という、そうでしたね、でしたけども、元気になって本当に痛かったですもう元気になって、はい、なんと公園に、そうです、向かい経験モードで、はい、はい、今回は公園に向かう編ということですね。そうですね、公園まで向かうところです。はい、それではでは見ていきましょう。はい、見ていきましょう。じゃあママのお手伝いしてあげてくれる？指示を出すときにやっぱりはっきり一言で言うのはポイントですね。なるほど。理由はまず説明して、あとの場合からこれやってっていうのとか、ごちょごちょっていうのではなく、ママお手伝いしてあげて公園行こうっていうような話だと、お指示がすごく入りやすい。わかりやすい。はい、わかりやすいですね。案内してくれるんです。なるほどね。こういう時やっぱりどうしても危ないよってついつい言いたくなりますけど、一回手を離しちゃったらある程度危ないのは覚悟しなきゃいけないので、こっちで走っていかなきゃいけないですね、はい、走るの覚悟で手を離す。そうですね、手を離したらもうこちらには危ないので、そうですね、はい、もうなるべくもそばに離れない、そばから離れない、手をつないで肩を抱いてるっていう、うん、ってますね。で今穴を見つけたので、その穴の中に物を、猫じゃらしを入れようと。でまあ、ここ危ないので自分で判断ができるように、信号が何色なんだろうっていう色のを確認させてますね。で今私の手を見ていただくと分かるんですが、飛び出さないようにしっかり抱き締めてます。前後で押さえてます、はい、ね、道も細かったり。そうですね、自分でおしっこ入れる、このタイミングでおしっこ入れるっていうのはすごいと思います。はい、ある意味で夢中な時なので、その時こうおしっこって言えるっていうのはやっぱり自分に自信があるんだろうなと思って。なるほどね、私言えない子だったんですよ。そうだったんですね。ずっと言えなくて、でこれスーパーの前なので、はい、スーパーの前で多分この子はおしっこだったら多分いけるっていうのを分かってるので、今までのね、そう、学習ですね、体も多分覚えてるんですよ。行こっか、おしっこ、ね、みんな行ってみたいって、おしっこ行きたくないので、みんなが行くよって言うと、あっという間に。マリーちゃんにとってみれば公園は長いんですね、公園までの道のりが。でその途中途中でこう自分の一番好きな穴を探してるんですけど、これすごくとても大事なことで、皆さんもどっかお出かけ行くときは、途中途中にこう楽しいもの楽しいもの楽しいものを見つけてあげると、途中でダダをこねたり道草食ったりしないので、あ、次はあそこだな、次はあそこだねっていう形で、例えばワンちゃんに見に行こうか、消防車見に行こうか、タクシーのおじさんにこんにちはしに行こうかって言って現地に行く。なるほどね、はい、大人もいろいろ見て、ね、誘導してあげて、はい、ぜひぜひそうやるとちょっと長時間もまたお家に帰る時も嫌にならないかなと思います。なるほど、ぜひやってみてください。やってみてください、はい、それでは次回は後編に、公園に着きましたので、はい、遊ぶ遊具編でしたね。はい、公園の遊具編です。お楽しみに。お楽しみに。きっと大丈夫、どんなどんな時も